冬型の気圧配置と寒気の影響で、今日和歌山市では最高気温が20度を超えた昨日から一変して冷え込み、和歌山地方気象台は初雪が観測されたと発表しました。和歌山地方気象台は今日和歌山市で初雪を観測したと発表。平年より1日早く、昨シーズンと比べても1日早い観測となりました。 和歌山市では昨日の暖かさから一変、今朝の最低気温は4度1分と昨日を6度5分下回る12月下旬並みの寒さとなりました。また日中も気温が上がらず、和歌山市の最高気温は10度8分、昨日より11度1分、平年よりも1度3分低くなりました。今夜から明日の朝にかけて寒気のピークとなる見通しです。